今回は牛肉とごぼうの濃厚ごま味噌煮を作ります。それではスタート。玉ねぎ4分の1個、薄切りにします。ごぼう1本、5センチくらいに切ります。縦半分に切ります。まだ太いのでさらに縦半分に切ります。ごぼうによって太かったり細かったりするので調節してください。砂糖大さじ2、醤油大さじ1、みりん大さじ1、片栗粉小さじ1、混ぜ合わせます。牛肉切り落とし肉 250g くらい揉み込みます。フライパンに水気を取ったごぼうを置きます。塩小さじ2分の1を振ります。軽く揉みます。油適量を加え火をつけます。生姜少々、ごぼうに油を回します。玉ねぎを炒めます。少ししんなりするまで炒めます。牛肉を炒めます。色が変わるまで炒めます。水 100cc 沸騰させます。蓋をして10分程度弱中火で煮込みます。ごぼうが柔らかくなったらすりごま大さじ1、味噌大さじ1、3分程度煮絡めます。器に盛り付けます。これで完成です。